もう苦手な方はここ僕もなんですけど、こここうやって描きたくなるんですよ。描きたいんですよね、足をどうしても描きたい。下から見たらこんな感じになりますと、ね、全然ちげえじゃねえかと。皆さんこんにちは、絵描きうまくなるクラブのアドです。ということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はあの煽り俯瞰のポーズをひたすらあのスケッチする動画になっておりまして、視聴者さんからのコメントです。レオパンエルビーさんという方から、あの煽り俯瞰のポーズがめっちゃ苦手ですというコメントをいただきまして、レオパンさん ありがとうございます、まあ、アド的にはこういう風に形取りするかなみたいなのも踏まえて、ちょっと一緒にスケッチしようかなと思っております。であとはお布団大好きさんという方からインスタグラムにコメントをいただきまして、でお布団大好きさんもあの手前に突き出た腕が難しいですというねコメントだったので、お二方とも似た感じかなということで、ちょっとスケッチ模写しながらちょっと考えてみたいと思います。こういうのが難しい理由はあのこの見えないところがあるんで、どうしても描きたいっていうね話だと思うんですよ。例えばこの頭じゃないこの上からアングルの立ってる人ですらめちゃくちゃ難しいよねというね話なんですけど、まあ、頭でこれ上から見たらこの左みたいな感じになるよねと。あとは目の位置でまあ決まるんで、だいたいこんな感じ。例えばでここに対して体多分これだったらこう首がこうつながってたら、ボディのボックスが、まあ、素体はこれ何でもいいんですけども、こういう感じの箱があるとしたら、この箱自体もこの頭にかぶっちゃってるんで、この左のポーズアプリのようにこうかぶってくるよねと。で特に例えばここ胸の部分でセパレートしてお腹ってあるんであれば、胸のこの左のやつみたいに胸の部分はここで、お腹の部分は圧縮されてほぼ見えなくなってこんな感じになるかなと。こういう立方体と同じようなね状態になると思うんですよ。これを上から見た立方体と言いますか。で次足っていうか骨盤ですね。この下に例えばこういうふうにここにつながってて、単純に箱がこうついてるとしたら、それもこのボディの下についてるんで、まあ、ほぼ見えないでしょうね。後ろの方に沿ってるとしたらこうやってボックスは下で見えないと。で足のこの付け根にこういうふうにね付け根が太ももがあって、ここに足のこう円柱が生えてると。上から見たら円柱のこの天面が見えて、で下の円柱の下がほぼかぶってて、しかもちっちゃくなってて、まあ、見えないっていう、こういう円柱になるって上から見たらね。でさらにこう足にかかとがこうあったとして、まあこういうちょっとパネルで撮りますけど、こういうふうに足があると、そしたらこのパネルのここのパネルしか見えないっていう、かかとからこういう感じでパネル上から見たらこうですよね。このパネルこんな感じになると思うんですよ。上から見たらこの見えない下の底面があるから本当にややこしいっていう。だからこの円柱、ここから生えてて円柱がまあもうほぼ見えねえなと。でそこにかかとから足のパネルがこうちょっと太ももの膨らみをちょっと描いてるのかな、こんな感じで。で肩とこの肩も同じく、ここが、円柱のトップで、下に肘ら辺にこう底面があるんで、それがもう圧縮されてて全然見えないっていう。こっからちょっと前に腕が曲がってるから、ちょっとこっちからの円柱が若干見えるよっていう。で、手の拳もここにこの円柱がこうね、これみたいにこうやってあると、そしたらここに円柱の底面から拳ボックスがこうやってまた入ってるんで、かぶるよねと。上からこうなぞるとアウトラインね、大体っぽくなったよねと。なんで、まあ、一つはレオパンさんがおっしゃるようにこう難しい理由って、この円柱でいうところのこの側面部分が描きたいからだからむずいっていう話だと思うんですよ。なのでそこでの対処として、一つ円柱、この円柱横からはまあ描けますと、ね、ただこの天井の面と多分角度がまだちょっとあったらこれも描けると思うんですよね。こんな感じでしょと。でもこう天井が見えて、もう底面がほぼ見えないとかなったら、まあ難しくなってくると思うんですけど、そのためにこの面先ね、この面を取る方がいいと思います。もうここのここと向こうはこうでしょとか、まあ、上から見たら円柱ってこんな感じだと思うんですよ。これがこうですからね。なんで向こうの面と手前の面をもう先に取っちゃうっていう、ここからあのお布団大好きさんのお話もつながってくるんだと思うんですけど、こういうのがめっちゃむずいですっていうお話だったんですけど、これはでもレオパンさんもおっしゃる、そのこれ腕の円柱も圧縮されてて、まあ、同じ現象が起こってて、指もこんなになっちゃってるから、まあ、めっちゃむずいっていう話だと思うんですよ。人の顔がまあありまして、ここにね人の顔があるよ、こんな感じで向いてるよと。でここにまあ首があって、右肩が奥に行ってる感じなのかな。で胸筋の部分からこうねこうなってて、次お腹部分もかぶってるんで、ちょっとへそのここのボディライン若干見えてますね。で骨盤もうほぼ見えないよねと。で足の円柱がそこから生えてるわけですけど、ね、生えてるんだけど、太ももが生えてて、こっちはちょっと真下気味なんだけど、こっちは奥側なんでちょっとこう圧縮しつつ円柱ちっちゃめに描いて、これぐらいかな。でここからはここの円柱部分が圧縮されて向こうに行っちゃってるんで、ここにこういう円柱があります。ここから向こう底面こんな感じで、そしたら足のこの下の
パネル、ここここがちょっとわずかにかかとがここから始まり、こんな感じでここもかかとがここから始まり、こんな感じで見えてる。だからややこしいんだよっていうねことだと思うんですよ。多分もう苦手な方はここ、僕もなんですけど、ここ、こうやって描きたくなるんですよ。描きたいんですよね、足をどうしても描きたい。うん、意外と見えてないんだよなっていう。でここも、ここの円柱こっちから向こうに、こういう、ここが底面としてこういう円柱を描くんですね。ここが底面だとしたら、ここに肘の底面があって、こういう円柱になる。でここからまた次はちょっと方向がね変わりますけども、こういう方向にね、こういう方向になるんで、なので、こうここはだからまあ正面向いてくれてるかなと。で次こう、まあ、これはこの辺はいいか、まあ、こんな感じですと。でここを突き出す手ですよね、問題は。ここも肩こっちからさっきやった手前の奥の面と手前の面で、これも円柱なわけですね。これがこういう、それを描く感じなんで、肩、まあ、肘この辺かなっつって、で次、手首この辺かなみたいな。そしたらこういう、ちょこれだけ見るとこういう、ね、手ができましたと。そしたらここに手をねつけます。で手も、手ってこういう、まあ、グローブからね取ってますって、お布団大好きさんおっしゃってたんで、もうご存知だと思うんですけど、親指の肉と拳と、こういう感じかな。手ってこんなですよねと。あと指分けたらこんな感じになる。でこの手の肉のこの甲の部分が、これがじゃあ箱としますね、台形の、ね、これがどんどんこっち向いてきたらどうなるかっていうことで、まあ、こういう感じになるわけですね、形としては。だから指がここからこう、まあ、生えてるわけですけど、3本指にします。なんでこれも円柱がこう立ってくるんで、手前にこういう円柱になっていくわけです、指が手前に来たら。なので、ここから生えてるんだけど、面がこうやって圧縮して、まあ、指自体も例えばこの辺かなとか、こういう感じで、最終ここの面がもうこっち来ちゃったらね、どうなるかって、やっぱそのこんな感じになっちゃうわけですね。だって円柱真上から見たらこうなんだもんっていうね。これを多分指とかだったら爪を描くことでちょっとっぽく見せて説明したりとか、ここにこの拳の山を作ることでっぽく見せたりっていう、ちょっとごまかしを入れていかないと、そもそもこれがもう物の説明に難しいアングルだと思うんですよね。だからむずいんじゃないかっていう、ちょっと書いてみますね。肩からの、肘からの、ね、手のだいたいこれぐらいの大きさだろうと、手の甲がありまして、この甲がどれぐらい見えてるか問題もあると思うんで、手の甲がで腹と、ね、親指と。そしたらここの、うん、まあ、このここのなんていうか拳のこのここをまずカッティングしたいんじゃないかな、ここで、こう、まあ、第一関節から描くイメージ で第二とかはもう圧縮されてほぼ見えないし、第三ももう全然見えないみたいなイメージでいいんじゃないかな。で爪を描くと、このね、この拳のここ、ここの溝とか描くのも大事だろうな、ね、溝を描く。これだったらまださっきより分かりやすいか。こういう感じになります。お布団大好きさんのこのリクエストのこれに関しては、この関節の見えてるところの関節の指のところ、どこが見えてるかっていうね、爪と拳山が見えてたらもうそこ、角度もっとついたらもうここがもっとこうなると思うんですけど、まあそういう感じで取っていくっていう。あと、手で、お布団大好きさんがねおっしゃってたのが、こういうのどうしますみたいな。でこれもこのアングルだったら描きやすいよねと、こういう、まあ、手ってこういう形だよね、瓦ですよね本当に。で、これがさっきやったみたいに、こうこのアングルだったら指がこう生えてて、まあ分かりやすい。で親指の肉があって、ここに親指が生えてる。ただこのアングルになるとややこしいっていうことだと思うんですよ。でこれもそのこの瓦のここの部分を抽出しまして、手前に書くと、まあ、こんな感じになるよ。どっかで1アップかどっかでやったと思うんですけど、この瓦さんが正面向いたらこうなるよね。でそこにこう指のマーク、穴のマークしてあげて、1234と、はい、で親指の肉先つけてあげて、でここからこの円柱の例えば、終着面ここだとしたらこういう指になるよねと、ね、この円柱の手前の面ここら辺だとしたらこういう円柱になるよねと、でここの円柱のこここれぐらいだとしたらこう、ね、で小指側ここからこの辺だとしたらこうみたいな感じで取ると分かりやすいんじゃないかなという気はしますけども、ね、こういうスティック指の円柱も圧縮したらこうなるよなとか、この瓦もまあ面だけ描いたらこうですよね。でこれが折りたたまれていったらこうなって、で線になるっていう、ここにあの瓦に厚みがあるんで、まあ、こうなって、こうなるっていう、この移り変わりですよね。この肩関節と
肘のところからここ、肘からここと、で手首こことマークして、もうあの大きく手前大きく書くっていう、そういう感じでいいと思うんですよ。で指の親指の肉と、でさっき言ってたみたいにここ拳のところからこう考えて、こことこうこう、あとは見えてるところ、ここね、見えてるところだけ書くっていう先で、ここもこう、ここはまあまあ見えてるからあれです、分かりやすいけどね、あの輪郭だけ取るとこんな感じ、ね、こういうだからここら辺が圧縮して見えてないよっていう、アニメ塗りみたいな感じでシャドウつけたらああっぽくなると思います。この要領で、撮ってみていただいたらこういう感じですよね。送っていただいた写真で、オリジナルで描く場合ですね、あのラフで描けさえしたらいいと思うんですよ。ポーズアプリで後で見たらいいと思うんで、でこれをじゃあちょっと下気味から見たらどうなるか、下から顔見たらこうですよね。でボディが被るんで、まあこんな感じになるかな。左肩ちょっと上気味で、で肘この辺かな。で、こうなって手がもう見えない。でこっちもお腹側から、次お尻が被ってきて、骨盤がこうなって、向こう側の手はこっちでこうなって、まあ、こんな感じになるかな。でこっち側の足が骨盤こうか。まあ、手前にこっちにこの辺に落ちるとして、膝この辺だとして、で次、足、ね、足の円柱がこう続いて力で、こんな感じで、まあ、指の底面が見える感じなのかな。でこっち側の足は膝がこの辺に来てるのかな。で折りたたまれてこんな感じになるのかな。これで、まあ、胸ね、胸描いたらこんな感じとして、例えばこれを下から見たらこんな感じになりますと、ね、全然ちげえじゃねえかと、全然ちげえじゃねえかと、特にこの足が致命的ですよね。これ下気体症候群出てますね、これね。でお腹もっとこう出てるって、こうなるか、お腹がもっとこう、お腹がこういう感じになるか、ここ、こういう過ちを犯すわけですよね。こっからしかも曲がって、でちょっと大きくなりつつもっていう、足めっちゃでかく映るやんっていう。で要は何が言いたいかというと、失敗してたやつでも、例えばこうマント生やしてこうスパイダーマンじゃないけどスーパーヒーローが空から飛んできたみたいになったとしたら、あの大体のイメージさえ描いたら、もうこのポーズアプリでこねこねして、自分でねラフの通りにこねこねして確認したらいいんじゃないかっていう話です。もう棒人形でもいいと思うんですよ。最悪棒人形でもいいから、アイアンマンみたいにこうやって飛んでるのが描きたいと、こうもうあの圧縮描けないから、どうしてもこうやって描いちゃうと、例えば頭の中ではこう肩がこうあって、肘があって、腕がこうなってて、さっきやったみたいに足がこう、かかとがこの辺にちょっと見えてて、描きたいのはこっちなんだけど、イメージとしてはどうしてもこう描いちゃう人でも、もうこれでもいいかなっていうね思います。これさえ描けたら、あのこっからポーズアプリでそのポーズ撮らしたら、もうアングル確認できると思うんで、自分がこういうの描きたいっていうのはあることの方がなんか大事な気がするんでね、その度にポーズアプリとかで確認してもいいと思いますけどもね。あとは面の優位性っていうんですか、例えばこの走ってるポーズだったら頭がこうありまして、ね、右肩奥になって、ボディがこういう感じになってますよね。でここから、まあ、骨盤、ここから足がね生えてて、まあ、手前に伸びる円柱なんで、こういう感じの、あの太もものイメージで、で折りたたみ、横から見たらこういう円柱と、ちょっと潰れつつこういう円柱なんで、終点ここら辺です。だからここが、でここから足が、でこっち側もこういう円柱で、こういう円柱で、かかとと足と、で腕もこうこうで、こっちもこうで、こうと、でこれこういう時に円柱の前後考えたら、ここの円柱が、ここの円柱の底面、ここが見えて手首、ここが前ですよね。どっちが前か後ろか、こっちもこれはちょっとむずいけど、こっちで、こっちもこうで、こっちがこうか、でこっちからこうなってて、こういうあの円柱の重なりの時の、こういうどっちが前に来てるっていうか、重なりで上に来てるかっていうのを
書いてあげるだけでも結構前後関係出ていい感じになるかなと思うんでね、その辺もいいんじゃないかっていう気がします。ということで、本日はここまでとなっております。まあ、皆さんもぜひあおり俯瞰が苦手という方、円柱とかの面をちゃんと考えてみるとか、そういったことを意識して、やってみると少し楽になるんじゃないかなと思います。ちょっとトライしてみてください。次回の更新もお楽しみに。さよなら。